屋で靴下安売りですって。
前が見えない。答えがないがな。ああ、綺麗に全てが一応枯れてます。
末年始、これ天理教大変やろな。鏡開きは1月のいつやろな。うちの家でもやったな、鏡開き。家の中でごまき、五平は俺が切る担当で、五平を切って、で、ごまきをあげて、うちのおばあさんが海苔をあげてて、それから屋外で、大きななんか鉄の、皿と鉄板で網を置いて餅を焼いて、で餅を焼いて水菜をちょっと入れて、でなかつおだしとかな、いろんなだしで昆布とかかつおだしでだし取って、すましの水門を作りましたわ。私の昭和孤児分やな。もう60年ぐらい前の話です。うちの亡くなったおばあさん、バリバリの先生でしたから、神社の先生でしたわ。それだから確か夏場月に1回三輪山に登って、私も行ってました。昔は簡単に山に入っていって、今はなんか山入るの入山なんか全てかかんなあかんなし、これみんな縁がある巻いてるんか。昔鹿児島走っている時、桜島が結構活動しておって、なんかもうこの関西では全く経験したことないような匂い、灰の匂い、煙というか酸っぱいんですわ。なんか酸っぱい香りがするんですわ。まあ鼻とか口に微細な噴煙のあれが入って味がやって鼻で匂い嗅ぐんやろね。あんな経験初めて。
それと、タイヤのホイール見たら、ホイールに細かい人の本源が積もってるんですわ。サラサラの遠心力でくっついてるわけですわ。あれにはびっくりしたな。これが火山灰によるヘリアイか。洗濯物もされへんし、機関士の弱い人なんか一発やるな。I don't know.